いぞ。ドキドキ。追い込まれてますね。追い込まれてますね。はい、いちるチャンネルでーす。今回は、はい、ベイブレードのスフィンクスカウルのやつ3つ買ってみました。イエーイ。今回ね、このレアがね、うん、1種類なんですよ。はい。で、全部で3種類だから、はい、3個買いました。そう、3個でちょうどよく揃ったらいいなーなんて。じゃん。そんなわけないか。じゃあ早速開けていきましょうか。ゴー。あ、ちなみにいっちゃんってさ、うん、スフィンクスって何か知ってる？知らない、知らない。じゃあ開けちゃいましょう。はい、開けていきましょう。レッツゴー。念を送ってんの。レアゼロ、レアゼロ。臨行当社会陳列財前はピットから開けます。はい。黒だ、ビット。黒、じゃじゃん。何色だといいんだろうね。でも多分これはレアではありませんね。あ、そうだと。そうだね。ちょっとレアの方が、うん、ラチェットも黒です。じゃじゃん。あ、では今のソビンク使う。でもレアじゃない方のやつ。あー、ブラックスフィンクス出ました。はい、黒スフィンクス、かっこいいんじゃない？うん、こんな感じにできました。どうですかね、これは。あと2個のうちの1個で当てなきゃいけないんだもん。うん、ドキドキすんね、これ。うん、今2個目の箱を開けてます。はい。よし、また念を送るぞ。あー、やばいやばいやばい。ねえ、僕のとした面がやばいことだ。やべえ、パニックだ。頭が外れた。じゃあビットから開けます。かい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 。何色だ？白色です。あれあれ、あ、でもダブってはいないね。まだ一回もダブってません。うわ、怖え。最後の一回はダブるのか。怖いよ。ダブんないのか。白のやつです。白いやつだった。うわー、やばいぞ。ドキドキ。追い込まれてますね。追い込まれてますね。じゃあこんな感じにできました。いやピンチだ。最後の一つ箱を開けます。なんだろう、何出てくんだろう。じゃあ最後の一つのビットを開けます。何色だろう。レアかな、これ。なんか水色っぽいやつが出た。え？ピットが、ピットが水色っぽい、なんか綺麗な緑色な感じのピットが出ます。すごくない？っていうか開ける順番すごいね、いっちゃん。開ける順番がすごい。
3つ目にレア来るように開けられないよ、なかなか。緑と黄色が混ざってる。おお、真ん中に。今回も当たんの、これ。なんかついてんね。これはレアなスイーツソウル。見て見て。おお、すごいです。じゃじゃーん。最後にこれが出ました。やったー、やりました。今回もまたこういうさやつでさ、レアがさ、出てさ、すごかった。見たくてやりました。よかったね、3個揃いました。ちなみにさ、色は、いっちゃんはどれが好きなの？え、この3個の中で？そう、このレアの色が好き。レアのさ、ね、後ろのここのビットが、ビットの色が好きなの。また見てね。バイバイ。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。バイバイ。